読者に怖いものや怖い話が大好きな君たちよ」「だけどお化けよりもっと怖いもの怪獣よりもっと恐ろしいものそれを知っているだろうか」「君にだけこっそりと教えてあげようね」 ちょんまげ手まり歌1968年上野涼じめにこんな歌が流行ったことがあるギターもエレキも何もなし赤い手まりを点てん,てん弾ませて女の子が歌うのである ちょんちょちょんまげまげちょんちょお情け深い殿の様はコロリコロコロ首切れぬ首が五十じゃ無理じゃいなそれじゃ二十じゃどうじゃいな 赤い手まりはそこで女の子の股の間をパッとくぐるのである。くぐってまた点々と弾むのである。二十ころころ首切れば、おまけ四十の首もなく、二十ころころ首切れば、 三重のこり首笑う首。人の命は一度でござる。役くに立つ首コロリと切らぬ。役に立たぬはコロリと切ろう。それじゃどこからどうじゃい,いな。 赤い手まりは弾んだまままた女の子の足の下をひょいとくぐるひょいとくぐってまた点々と弾むバッタバッタの藤巻き現場殿の右腕左足おろろおろろの若坂屋平 まことぼんくらひるあんど。ちょんちょちょんまげまげちょんちょ。ころりころころくびちょんちょ。くるってしもたわいけのすけ。まよってしもたわぶんのすけ。 嘆いてしもったは音の助笑うてしもったは野生の助赤い手まりは激しく弾む右手左手左手右手ちょんちょころりと首の落ちる侍の名前につれて女の子は赤い手まりをせわしくつくのである 侍の二重の首が落ちるまで赤い手まりをつけた女の子はゲンゲの花を紙に刺すコロコロとマリを転がしてしまった女の子はゲンゲの花を刺した女の子に野草の茎で首筋を打たれる「ゲンババッタバッタお前もちょん」スズメのカタやスズメの鉄砲の茎でマリを落とした女の子の首筋を打ちながら の花をさした女の子はそう唱えるのである「現場というのは手まり唄の中の藤巻現場。どこかの国の殿様の右腕となってバッタバッタと二十人の侍の首をはねた家老の名前であるきっと現場が生きていた頃には 首切り現場、鬼現場、お前の刀は血でちょんちょん、くらいは言われたのかもしれない。でも、現場がなぜ20人の侍の首をはねたのか、殿様はそれを止めなかったのか、本当に20人もの侍が首を切られたのか。それを知っている女の子は一人もいない。それを知っている大人だって一人もいない。 だからもちろんのこと、この手まり唄がその頃誰によって作られたのか知っているものなんかいるはずがない。第一その頃というのはいつ頃のことなのか、殿様というのはどんな人なのか、いや一体これは日本のどこの国の話なのか、それを知っているのは僕だけである。僕の心の中には ずっとずっと昔の小さな小さな国があってその国は「優しい藩」と呼ばれ四方を山に囲まれた美しい一つの国だったのだしかし本当に美しい美しい国だったのか名前の通り優しい殿様と侍たちがいたのかそのことを君たちに話したいのだ 耳を澄ましてごらん。今だって、ビルとビルの谷間で、傾いた家の片隅で、女の子が赤い手まりを弾ませて、こう歌っているからだ。ちょんちょちょん、曲げ曲げちょんちょ。ころりころころ首ちょんちょ。せっしゃみどもの首ちょんちょ。 おぬしきでんもくびちょんちょ」嫌な歌だなと思うだろう少しもかっこよくない歌だと思うだろうしかし嫌でもかっこよくなくても優しい藩の殿様はそうしたのだそうすることが一番正しいことだと信じていたのだ「どうして?」と君たちは首をかしげているいやわかるんだ僕には どうしてと言われると僕だってどこからどう話せばいいのかまごついてしまうくらいだからオロロの弥平の虫のことから話せばいいのかそれとも現場太鼓の話からすればいいのかこの優しい藩の物語はどうもすらすら優しくはないでもページをってみたまえもうそこは山また山に囲まれた 優しいひ一人の侍がびっこを引き引き家に駆け込んでいく第一章ありがたいお話「ゆり」一言言ったきり池之助はへそのあたりを指で押さえたしく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 ちょうどへそのすぐ上のあたりが痛むような気がするのである。 まさか野兵様の虫がこのわしにも、そんな、バカな。お城からまっすぐに休みもせずに、走って戻ったからであろう。なんでわしがこんなめでたい日に。池之助は、へそのあたりを着物の上からそっとなげ、撫でると、大きく息を吸い込んで座り直した。いいか、竜里。よく聞けよ。今日玄馬様かな、わしを呼ばれてこうしちゃったのじゃ。 池之助、お前のところの御代はいくつになったかなそこでわしが、はい、6つでございます。いいかゆり、6つでございますと、こう胸を張って答えるとどうじゃ。何、6つになったかと。現場様はわしの顔をニコリニコリと見つめられるのじゃ。わしは胸がドキドキしたな。もう少しのところで、現場様、それじゃうちの御代というところじゃったぞ。いや、祝いでよかった。現場様は頭のいいお方じゃ。 わしが祝いでもちゃんとわしの気持ちを見お見通しでそれじゃあ池之助お情け深い殿に申し上げて優しい娘にしてやろうなとおっしゃられたぞいかゆり優しい藩の優しい娘にお見世はなるのじゃ池之助は嬉しさを隠しきれないで現場様のようにニコリニコリ笑ってしまったゆりも両手を膝の上でこすりつけるとニコリニコリと笑った ありがたいお話じゃことこれはご先祖様にご報告して早速お礼を申さねばゆりは板敷きの部屋をずるずる隅っこまで張っていくと箱の上に載せてある大きい石ころの前に小さなろうそくをとぼした少しばかり水の入っている縁のかけた茶わんをチーンと棒切れでたたきニコリニコリと手を合わせた ありがたいいことでございますみみんなみんななお情け深いい殿様のおおかげでございますお先もお市も二人とも優しい娘になれずお花畑に入ってしまいましたがおみよは違います優しい藩の優しい娘になることに決まりましたどうぞご先祖様おみよが私以上に立派な優しい藩の女になりますように」。 チーンとユリはそこでもう一度欠けた茶碗をたたいた箱の上の大きい石ころを両手でそろりそろりとなでると朝晩唱える「お祈り」の言葉をつぶやいた「石になれ石になれ早くみんなが石になれ主人も私も石になれおみよも立派な石になれ」 ご先祖様どうかお前様のような立派な石になってお情け深いお殿様のお役に立ちますようにユリはお祈りを終わるとずるずる池之助の前まで這い戻ってきたそれでお見よのそれはいつでございます、うん今夜じゃ現場様がとそこまで言って池之助はへその辺りの痛みがきりりと背中へ抜けるのを感じた。 どうなさいましたえやどうもせんあおみよに早く行ってやらねやと思ってなそうですとも早くおみよが戻ってくればいいのにこんなにありがたいお話よゆりはズルズル張って戸口の方まで行ってみた表戸はさっき池之助がぎっちらぎっちら片足を引きずって入ってきたまま開いている夢みそうの黒い花が真っ青な空を後ろにして ゆゆらゆら風に揺れているゆりは板敷きの端に座ったまま首を伸ばして空を見た四角い空の中に少し雲が見えた今年も夢見そうの実が担当できるでしょうなゆりは独り言のようにつぶやいたお前様のお作りになった花からたくさんの実が取れる。 そしておよ殿様のお役に立つ頃にはおみよも間違いなしに優しい藩の立派な娘になっているそれにしてもおみよはどうしたのでしょうね今夜玄場様がわざわざお殿様のお情けをお届けくださるというのにそうじゃな玄場様が式を挙げてくださるまでにおみよにもよう言い聞かせておかにはなる前になわしが6つの時はお亡くなりになった仏の丹波様がお越しくだされたものじゃ 丹波様はご立派じゃった。わしをのそっくりに優しく作り変えて下されたが、池之助はそこで言葉を切ると顔をしかめた。きりりしくりと腹が痛んだ、うん。そんなはずがない。弥平様の虫がわしにうつるなんて、これは気の迷いじゃ。わしがまだ冷たい冷たい石のような心になりきっておらんからじゃ。はよ石になるようお祈りをせにゃ。 池之助は立ち上がると草履を突っかけた「おみやを探してくるぞ」刀を刺すとぎっちらぎっちら「びっこ」を引いて表に出たまぶしい光が一面夢みそうの黒いお花畑の上に散らばっているお花畑の真ん中にぽつんと黒い屋根の小さなお城が見える そのお城から雲の巣のように五十人の侍の家に伸びている細い道。山また山がその周りをずしりと取り囲み、点で勝手に生えた木と木が絡み合い、枝と枝とがもつれ合って、眩しい光を次々吸い込んでいく。ひやりとした壁そっくりだな。山ん場の住みかだからな。 池之助が目を細めてぎっちらぎっちら歩いていくと、池之助ひょろりひょろひょろ生えた夢見その間からふいに声がした。音の助だな。池之助が立ち止まると、夢見その黒い花びらがゆらゆら揺れた。花の間からぎくんぎくん。 袴の裾を託し上げたおとのすけが、びっこを引いて現れた。どこへ行くまだ現場様の太鼓はなっておらんぞ。どうもこの頃我が藩の夢見の実が面白ないと言うて、あきどたちから文句の出ている時だ。こうの高いうちからお主のように怠けておっては、殿に申し訳がないのではないかな。いやおとのすけ、わしはな、玄馬様に言われておみを探しに行くところじゃ。 玄場様に。そうじゃ。玄場様がおみよを優しい娘にするとおっしゃったのじゃ。殿のお許しをもろうてくださったのじゃ。おお、それで急いでいたのか。おめでたじゃな。おめでたじゃ。おみ代は6つ。もう優しい娘になっていい年頃じゃ。なるほど。音之助は薄い大きい耳をうさぎのようにヒクヒクさせた。手についた土を払うと、 ぎくんぎくんそのあたりを歩き回ったそれにしてもな池之助いようか言うまいかという目で音之助は振り返ったおみよどののこんなめでたい日になんだがどうも拙者は近頃しく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 へそのあたりがたんでならんのじゃどうだおぬしおぬしは何ともないかへそのあたり うん。へそのすぐ上かな。ひょっくりある日、痛み出してな。どうしてるじゃろうと思案してみたが、わからん。そこで、ヘ兵殿に虫がついたという話を思い出し、実は四兵ヤヘ兵殿のところ待て、おとのすけ。池之助はおとのすけの顔の前で、慌てて手を振った。ぎっちらぎっちら、後ろに下がった。めったなことを言うではないぞ、いかおとのすけ。 玄馬様はな、お殿様そっくりに優しいお方じゃから、はっきり口では申されんが、野兵様の虫は気づいの虫、勝手気ままのわがまま虫じゃと、六兵衛様におっしゃったそうじゃ。なんでこんなありがたいお殿様のもとにいて、わしらに虫がつくものか。ええー、かな、お殿助。こんなめでたい日に、縁起の悪い話はせんでくれ。わしはな、しくしくどころか、ちくりともいとうはないて。 池之助は胸を反らせるとぎっちらぎっちら歩き出した二度と音之助の方を振り向くものかと思った「弥平様とわしが同じなものか」しくしくキリキリ弥平様の虫の話が出た時からへその辺りは軽くうずいていた「なに弥平様は位の高い殿の相談役」 わしはただの花作りの侍そんなわしに弥平様の虫がつくはずがない元之助も音之助じゃシク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 とはなくという罰当たり気のせいというものじゃ池之助は着物の上からそっとへその上を押さえたちくりと痛みが走ったその時道端の夢みそがまたゆらゆら揺れて 池之助、と声がした。夢見そうの黒い花の間から、ひょっくひょっく、文之助が足を引きずって現れた。どうした、池之助。へそでも痛むのか。えらい急ぎ足で、北山の方に行くわいと思って見ておったが、どうしたことじゃ、その手は。この手いや、なんでもないぞ、文之助。へその駒が、なんとの、かゆうてな。そいで、その、 池之助は慌てて自分の鼻先でその手をひらひらさせた。おおみを探しておるのじゃ、文之助。うちのおみを見んかったか。げ、げんばさまかな。おみを優しい娘にしてくださるのじゃ。お殿さまのお許しをもろうてくださったのじゃ。ほうほう。文之助はひょっくひょっく池之助に近づくと、にこりにこりげんばさまのように笑った。よかったの、池之助。 現場様がそうおっしゃったかよかったのう、池之助。これでやっとお主のうちからも優しい娘が生まれるかい。そうかいそうかい。お先殿、お市殿は、六つでお花畑に入ってしもうて、それも大人様のお役に立つ,立つことだったが、やっぱり子供は優しい藩の優しい後継ぎにならねばのよかったよかった。みんな殿のおかげじゃのう。文之助はしゃがみ込むと、優しい手つきで、 夢みその茎を撫でたこれでこの花の実が立派な夢の実になれば言うことなしじゃ弥平様は何でもこの頃夢の実の味が落ちたとかもうちょっと新しい夢の実を取れるようにせにゃダメだとか現場様におっしゃっておられるそうじゃがどういうもんかの近々お城で弥平様のことを大人様が優しいお話しなさるそうじゃいや池之助足を止めて悪かったろ はようおみおのを探してくることじゃどうせこまい子供はこの国には一人か二人しかおらんせのすけのせがれのやせ一郎とでも遊んでおるのじゃろはよ行くことじゃおその通りじゃ池之助はそっと手のひらで額の汗をぬぐった弥平様弥平様か何での之助ものすけもつまらぬ虫の話をしたがるのか たとえ野兵様の胃袋をへそ食い虫がちびりちびり食べたとしても、それはわしに関わりのないことじゃ。それに野兵様が何とおっしゃろうとも、それもわしに関わりのないこと。わしはお殿様の言いつけ通り、お先もお市もお花畑に入れたんじゃ。そんなお花畑からできる夢の実が、なんで悪い夢見の実になるものか。一生懸命わしはお花を育てた。夢見の実を一粒でも多くと作ってきた。 や平様もええ加減なことをおっしゃるもんじゃて。池之助はぎっちらぎっちらやせの助の小屋の方に向かった。ドドンドドンお城の方から太鼓の音がした。玄場様の太鼓じゃな。仕事終わりじゃ。はあ、ありがたいことじゃ。今日も無事に終わったわい。池之助は、 立ち止まると両手を合わせたドドンドドンド,ドドドン太鼓の音はお花畑を越えて周りの山々に吸い込まれていった「そうじゃお花の仕事は終わってもこれからおみおの支度をせねばならんぞおみおのやつ」池之助がふっと顔を上げた時お花畑の向こうで きらりと何かが光った。なんじゃろ痩せのすけのうちのあたりじゃな。池之助がぎっちらぎっちら書き始めると、ひっくひっく、お山版の孫兵衛が足を引きずってかけてくるのに出会った。孫兵衛は、真っ青な顔をして、ひくひく唇を震わせ、池之助を見ると叫んだ。山うんばじゃ山んばじゃ はよ、家へ戻れ。戻れにはとんでもないことになるぞ。はよ、はよ。孫兵衛殿、わしはおみお、おみおか。おみおはとっくに家へ戻ったぞ。ほんとかあ。わしが見届けた。さあ、はよ、戻れ、戻るんじゃ。孫兵衛は、真っ青になりながら、それこそ、山雲馬のような怖い目で、じろりっと池之助を睨むと手を振った。いいか、池之助。すぐ戻るんじゃぞ。 言うなり、ヒックヒック、駆け出していた。お花畑の向こうに、ヒックヒックと小さくなり、ふいっと姿を消す前に、もう一度池之助の方を振り返り、怖い目つきで池之助の顔を睨みつけたが、何も言わずに手を振っただけだった。山んばじゃと。池之助は山を見た。 山は静かにそびえ立ちその頂の辺りは現場様の太鼓の音が鳴り終わった頃から急に真っ赤な夕焼けの色に変わっていた山肌は何事もないように冷たくしんとしていた山んばはお山に住んでいるから山運ばじゃどうして里にまで降りてくることがあるわしはそんな話を聞いたことがないぞ 山場はお山に登る人間を頭からむしゃむしゃ食うだけじゃ。わしらはそんな恐ろしい目に合わんように、みんなお殿様のお情けを受けている。お殿様の優しいお計らいで、お山に入らなくてもいいようになっている。そのことを一番よく知っているのはお山版の孫兵衛殿じゃないか。バカらしい。山雲馬がやってくるなんて。池之助は笑おうとした。 しかし足元から冷たい風が吹き寄せてくるように、ブルルと震えただけだった。しく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 、へそのあたりが変にいたんだ。ばっかな。縁起でもないぞ。今夜はおみよの大切な式があるというのに、ああ、嫌な話じゃわい。孫兵衛殿があんな恐ろしい目でわしを睨んでいったから、ほんとにドキドキしおるわい。 これはやせのすけのところにでもよって水を一杯ごちそうにならんけりゃ落ち着かんぞ本当にまあなんということじゃ池之助はふーっと息をつくとぎっちらぎっちら歩き出したその時本当に冷たい風がさっと山から吹き下ろしてきて一面夢見そうの花がざわざわ揺れた 強い風は池之助の目の前のお花畑をざーっと二つに分けるとその間を一筋に吹き抜けていったまっすぐに痩せの助の小屋の入り口まで吹き抜けていったく何気なく風の作った道の向こうを見た池之助は次の瞬間わなわなと震えていた黒い大きな石ころがいや やせのすけの首が小屋の前にころりと転んでいるのを見た。く、首池之助はヘタヘタと座り込んだ。風は収まり、二つに割れたお花畑はもう一つに戻っていた。く、首池之助は叫んでいた。しかしそれは声にならなかった。 見渡す限り、さわさわと黒い夢見そうの花が震えているだけで、その花の向こうには、痩せのすけの小屋の屋根石がぽつんと見えているだけだった。周りの山は夜を迎えようとして、ガオガオカラスがしゃがれた声で呼び合っていた。その声が、キリリキリリと、池の助のへそのあたりに突き刺さった。く、首 池之助は唇をわなわな震わせると虫のようにずる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 地面の上をはい回っていた。続く。